はい、こんにちは。本チャンネルのご視聴ありがとうございます。私はひたちなか町づくり株式会社花と緑の町いっぱいプロジェクトを担当しております鴨志田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルはひたちなか市の地元企業の皆さんに自社や町の美化、緑化をはじめ地域貢献への取り組みを対談形式でお話しいただくものです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は株式会社小野写真館代表取締役小野康人さんにお話を伺います。小野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。小野社長のご活躍は今やテレビや紙面で多く取り上げられておりまして、その小野写真館さんの躍進を知らない方はもういないぐらいだと思います。どのようなお話が聞けるか私も楽しみです。小野社長本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で私の方から遠隔のご紹介をさせていただきます。1976年に創業、1995年会員制システムラブリーストーリー開始、2005年小野社長が入社をされました。2006年アンシャンテオープン、2010年20歳振袖館アズひたちなか店、ひたちなか本店をオープンされ、2012年にカジュアルフォトスタジオココア筑波店をオープンされました。2013年に邸宅型ウェディングアルシェを M&A にて取得し運営スタート。2015年ウェディングレストランアレーズバームオープン、県外初出店アンシャンテ横浜オープン。2017年には都内初出店のフォトスタジオココア東京双子玉川店、2020年には日々の香り桜運営開始、2021年フォトソリューション運営開始となっております。早速ですがいろいろ話を聞きたいところなんですけれども、まずさまざまな分野でご活躍の小野写真館さんですが、現在の事業内容をご紹介いただけますでしょうか。はい、弊社小野写真館という名前の会社なんですが、一言で言うと感動体験創出業と今は言っています。具体的にはブライダルの事業と振袖や袴のレンタル事業、そしてフォトスタジオ事業です。エリアとしては茨城県を中心に神奈川県、千葉県、東京都で運営をしておりまして、昨年コロナ禍の中で静岡県の伊豆にですね、河津町、河津町というですね、桜で河津桜で有名なちっちゃな町があるんですが、そこで4部屋しかない高級旅館ですね、全ての部屋に露天風呂があるような高級旅館の霧の香り桜を買収して運営をスタートさせました。でつい先日、本当にもう数日前なんですが、ベイビー365というフォトブック作成のアプリの事業を買収しまして、このことで、今まで店舗型でしかビジネスができなかった状況だったんですが、オンラインを通じて新たな事業モデルを M&A で買収をさせていただいて、今小野写真館グループ全体として運営をしております。はい、ありがとうございます。はい、いろいろな転換をされながら今を迎えてらっしゃると思いますけれども、はい、うん、いわゆる一般的な写真館さんから大きな転換を繰り返して、はい、この静岡県の河津町の桜、はいはい、この運営を始められたということも、これも大きな転換だと思います。そうですね。例えば、宿泊という新たなビジネスにこう、乗り出すきっかけも教えていただきたいですし、はい、ちょうどコロナ禍の一番ひどい時だったと思うので、はい、そうですね、そのコロナというものが先だったのか後だったのか、どのように影響を与えたのか教えていただけますか。はい、まず去年の4月5月は今ぐらいの時期ですね、はですね、やっぱりコロナで、やっぱり結婚式がほぼ全て延期中止であったり、我々首都圏にも店舗出してますので、緊急事態宣言なんかの状況もありまして、会社の売上が昨年対比で8割近くこう2ヶ月落ちてしまった時期 でした。でちょうどその時に このままの状態で会社を運営すると本当に将来どうなるんだろうっていう不安もありまして、会社をゼロから作り直すっていう決断をしたんですね。その中で M&A っていう手法を通じて新たな事業モデルに進出をして、次なる事業の柱を作ろうっていう中で、偶然見た情報がその高級旅館、それも4部屋しかない小宿だったんですね。でもちろんその今回の M&A っていうのはその単なる宿泊業に進出するっていうことではなくて、弊社にとっては4部屋しかない小宿っていうのがキーワードで、
例えば4部屋しかないのであれば家族単位で旅館を貸し切って結婚式をプロデュースしたりとか、例えば還暦とか喜寿のお祝いだったり、もちろん七五三でも何でもいいんですが、その逆に宿を貸し切った新しい祝いですね、その祝いのアップデートっていうことを言ってるんですけど、なんかそちらをプロデュースすることができると、旅館業だけでもできない、写真屋でもできない、ウェディング業態でもできない、なんか小野写真館グループとさくらがこうその交わることによってこう新たな事業モデルが作れるんではないかということで、まあ、正直コロナ禍で会社としては最悪な状況ではあったんですが、だからこ その自分たちが行動をして、やっぱり動かないと将来がないんではないかということもあって、まあ、結果として大きなチャレンジをする決断をしたというのが経緯です。ありがとうございます。まあ、厳しい時に大きなチャレンジをするっていう決断もなかなか、まあ、正直できないものだと思いますけど、その時こそ大きな転換、舵を切ることができるっていうことに、やっぱりもうなるほどなと、こう進んでいける企業の ある程度の姿というかですね、なるほどなとしか思いませんけども、すごい話聞かせていただきました。ありがとうございます。ところで小野社長、今後の、ね、事業展開とか目標、夢、小野社人館として何かこうビジョンがありましたら教えていただきたいんですけど。そうですね、究極的に言うと弊社の、まあ、ミッション、企業理念が、まあ、世界に笑顔、幸せ、感動を連鎖させるということを、まあ、言っているので、世の中に、まあ、笑顔、幸せ、感動を連鎖できる会社になりたいというのが究極な目的です。で、まあ、去年ですね、コロナになってちょっと会社のビジョンを変えまして、もともと弊社って当たり前なんですが、結婚式であったり成人式だったり七五三をプロデュースする会社だったんですね。まあ、でもコロナになって我々はですね、その結婚式とか成人式とか七五三を目的にする会社ではなくて、結果として感動体験を創出する会社に生まれ変わろうということを、まあ、この1年間ずっと言い続けてきまして、まあ、その一つがまた先ほど話になった、まあ、さくらの買収だったんですね。なのでその我々としては日本一感動体験を創出できる会社、要は感動、小野写真館イコール感動体験ということを日本全国の皆さんが認知いただけるようになりたいっていうのも今自分の中でこうふつふつと出てきているこう夢ではありますかね。感動体験創出業、はいはい、まあ、本当に新しい言葉です。新しい仕事だと思いますけど、はいはい、まさにまあどちらが先かっていうだけですよね。そういうことです。結果感動するが感動によって仕事を、はいはい、でこれはもうやっぱり発想の転換というか切り口の違いなんだと思います。で特に先ほどのさくらさんは、はい、まあ、いいものにまた付加価値をつけて より喜んでもらうと、で今ご紹介いただいたベビー365の方は、逆に言うとこう日常を切り取って毎日を特別なものに変えていくというような新しい仕事だと思うんですね。その辺について、まあ、もうちょっと詳しく聞きたいので、私の考察の採点も含めて、詳しくお答えをいただきたいと思います。そうですね、今回もう本当6月、まあ、数日発表できたのが数日前に、Baby365 っていうアプリを、まあ、弊社の方で M&A させていただいたんですが、いろいろな意義がありまして、まずはやっぱり小野写真館の弱点として、我々こう店舗からしか売り上げをその生み出せない会社、まあ、当たり前なんですが、これではやっぱりコロナになった時に本当今後同じようなことが起きたら会社が生き残れないって判断したので、なんとかしてオンラインを通じて世の中に感動体験を生み出せないかということで、今回その、まあ、攻めでもありますが、会社を例えば雇用を守ることも含めて、まあ、オンラインから売り上げが上がるビジネスモデルを取得しました。で、まあ、このアプリ自体は、まあ、パパママが毎日お子様の写真をスマホで撮って、ちょっと一言日記で残して、それを365日継続をしてから最終的にはアルバムにするってい う, こう流れなんですが、さっきおっしゃっていただいたように、今の小野写真館グループの事業モデルってなんだかんだ結婚式とか七五三とか成人式ってこう晴れの日をプロデュースする、まあ、綺麗に着飾ってですねっていうものだったんですが、この、まあ、この365に関して本当に日々の日常をプロカメラマンでは絶対入り込めない領域、要はそのお父さんお母さんだからこその距離感の本当にこう普通の写真なんですよね。でもこれってやっぱりこうプロとそのママがその競合にならないというか、そのお父さんお母さんだからこそ生み出せる日常みたいなものを、まあ、1年間継続をして、最終的にこうテクノロジーの力でアプリに貯めた写真を最後はアルバムっ
というこうアナログに変換するサービスなんですよね。なのですごくその小野写真館の、まあ、経営理念だったりとか、うん、やっぱり写真が中心の会社なので、その根底にある写真っていうものがこうセンターにある、うん、ものすごく素敵なアプリだったので、うん、まあ、これ何としてでも取得したいっていう意味合いで、うん、まあ、今回、まあ、結果として取得できたって形になりますね。ありがとうございます。まあ、ちなみにアプリがあることを分かった上での展開の発想なのか、うん、でも展開の中であってその実現可能なツールがアプリだったって、うんうん、どちらが使えますか？まあ、これ両方なんですが、うん、そもそもやっぱ経営理念なので、うん、その要は世の中に感動体験を与える中で会社の課題解決としてオンラインが必要だったタイミングでそのアプリが目の前にM&Aの情報として流れてきたので、もうこれは勝手にもう絶対的な運命だっていう思いだったので、まあ何としてでも今回はやっぱり我々がこうまさしくこれだっていうものが目の前に現れたので、まあ結果としてはすごくその最高のプロダクトが目の前に現れてくれたっていう状況ですね。はい、ありがとうございます。よく分かったような気がします。まあこういうふうにね、やっぱアンテナ高くいつも自分のことも人のことも世の中のことも考えて、まあ、もちろんお客様や社員さんのことも考えて動いているからこそ引っかかる情報があって、それを具現化できる知恵につながるんだと思います。まあもう反省しかないですね。はい、まあ、早速ね、次は皆さんあれだと思うんですけどね、小野さんが一体どういう方なのか意外に知ってるようで知らないかもしれませんので、少し小野さん個人の人間というところに迫ってまいりたいと思うんですけれども、社長の座右の銘とか大切にしている言葉があれば教えていただきたいと思います。そうですね、まあ、今は亡くなってしまったんですが、アップルのスティーブ・ジョブズにももう本当にもう自分が惚れ込んでいて、そのジョブズ氏が言っていた、うん、ステイハングリーステイフーリッシュっていう、こう、まあ、ハングリーであれバカであれっていう言葉がやっぱ自分の中の座右の銘で、いろいろ会社経営してこういろいろなことが起きますし、そのロジック的なこととか数字的なこととかすごく大事なんですけど、なんか最終的には結構自分の感情とかクリエイティブにこう、いや直感だったり、なんかそういう、こう心の奥底のものにこう素直になるっていうことが、なんかこうバカになれハングリーになれっていうことだって自分ではこうその受け取ったので、どちらかというとトップの人っていうのはなんかそのぐらいの感情がないとなかなか務まらないし、何かしらか世の中を変えていこうと思った時にこう常にハングリーでいることとか、やっぱこうたまにバカになることってやっぱ大事じゃないですか。なんかこれが自分の根底にあったんで、この言葉がやっぱり一番すんなり自分の中には入ってきましたね。でそのジョブズの言葉との出会いというのは、まあ、年齢的なものであったりこの仕事をしている中でこうどのぐらいのタイミングでこう感銘を受けたというか。そうですね、まあ、もちろん存在は知ってましたが、やっぱ自分がものすごく深く入り込んだのは、やはりその家業を継ぐと決めて戻ってきた2005年6年、まあ、30歳ぐらいの時ですかね。やっぱ自分で経営をしてみて初めて経営のなんていうかな、まあ、楽しさも知ったし辛さも知った時に、なんかジョブズ関連のもちろんアップル信者だ、もともと製品としてアップル信者だったってこともあるんですが、そのジョブズの生き方なんかの本なんかを見出していったら、やっぱどん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 そこに浸水していったような、そういった状況ですかね。だから30になってからですかね、本格的にジョブズのことが好きになったのは。というとやっぱりこの家業をついて、はい、まあ、経営者になると考えた時の自分の心の拠り所としてその言葉があって、はい、そうですね。でもともとお若い時からアップルもジョブズも好きで感銘を受けたけど、そこまで自分の言葉として取り込むことではなかった、はい、そうですね。と今の社長を作っているのはまさにこの言葉から全てがこう始まって、うん、その言葉に戻りその言葉から発信されてる、はいはい、あとアップルの事業スタイルとかなんかもやっぱ自分の中ではすごく参考にしていることもあるので、まあ、私もそこまで詳しくないですけど、うん、スティーブ・ジョブズという人間が本当のクリエ、うん、いわゆるエンジニアでもなくて、うんうんうん、とにかくひらめきと発想と行動力でやっていくという意味でいくと、まあ、この社長はもちろんエンジニアの部分も長けてらっしゃるんでしょうけど、ででで、まあ、ちょっとこう似てらっしゃる部分があるというか思うんですね、うん、まあ、前々から、うん、そうじゃないかなというところもあって例えばそのジョブズさんが一人で小屋でパソコンを作って、うん、といっても多分作れなかったと思うので、うんうん、お友達に作らせて、 そうですね、それを、はい、まあ、売りに行くという役割を経て、はい、新しいこうムーブメントを、新しい社会を作っていったということであると、うん、やはり
僕が一つ小野社長に聞きたいのは、小野社長の発想を実現するためには、絶対お仲間が必要だと思うんですよ。おっしゃる通りです。その社員さんであろうが、はい、その同業の方であろうが、はい、その仲間作りっていう部分で、はい、どのようにこう考えて、どういう仲間がいらっしゃって、どういうふうにこうお願いすると、っていうふうに考えてるというか、実際やられてるか、同じ経営者としてそこを今日聞きたいなと思ってきたんですけど、はい、まあ、やっぱり我々ですね、その何をやるかよりも誰とやるかっていうキーワードを強く掲げていまして、でまずその僕、まあ、一応社長させていただいてるんですけど、はい、自分の一番の仕事が仲間集めだと思っていて、はい、まあ、それ今でも継続なんですが、その例えば新卒採用であったりとか、中途採用もそうなんですが、採用に関しては今はもちろん会社が大きくなるにつれて、いろいろなものをどんどん社員さんに任せて、まあ、事業運営だったりビジネスのことをどんどんその事業の方にこう任せてはいってはいるんですが、実は採用だけはですね、まあ、担当はいるんですが、まだ自分がメインで関わっていて、例えば説明会は必ず自分が1時間ぐらいかけて、まず会社のビジョンを徹底的に話をします。で面接に関しても途中から入っていって、最終面接はもう1対1で1時間から2時間ぐらい時間を取ってっていうのを今の規模でももう全員必ずやってるんですよ。なのでその本当におっしゃるように、僕どっちかというとビジョンと理念しかないので、そのやろうと思うと確実に仲間であったり、いろいろな分野で助けていただく人が必要なんですよ。でその方が一緒にやっていただくには、じゃあこの会社がどうありたいとか、我々がどのような世界を作り出したいみたいな、そこのやっぱこう納得感がないと、多分同じ新刊で一緒に働く意義ってないと思うので、徹底してそこに対しては、まあ、説明会もそうですし、その社内社外に対して常にこう、まあ、できるかできないか分からないんですが、自分なりのビジョンに関しては結構恥ずかしげなく、まあ、我々が伝えてる経営理念なんかも別にまだまだ茨城に毛が生えたレベルですが、世界にって言い切っちゃってるところとか、まあ、一旦世界出ようと思って失敗したこともありますし、まだまだできてはないんですが、そういうこうビジョンっていうのをその常に語るようにはしてますね、あえてというか、うん、ありがとうございます。まあね、語るだけだったらっていう経営者もいるけど、結局それを継続させていく、納得させるには裏付けが必要で、その裏付けの一番ってやっぱり成功体験だと思うんですよね。みんなで頼まれて大きな仕事無理だと思ったけど、やってみた、できた、褒められた、できなかったけど叱られたけど、また与えてもらえたとかで、やっぱり経営者としてのスタンスにやらせるという言い方はおこがましいんですけど、やってもらう、頼むっていうところ、それから何よりもやっぱ成功ですよね、成功のビジョンね。これ全部失敗したら誰もついてきません、やっぱりそのただやってるだけじゃなくて成功することができると、それが多少無理に思えても成功するから、次の山をまた迎えた時にみんながワクワクするのかなと、こうやらなければいけない、変えなければいけない、新しい会社仲間作りのシステムとよく分かってるけど誰もができないと思います。ここも素晴らしいところだ、やっぱりそうかと思いかなり無茶なこと言ってる、本当にみんな頑張ってくれて、結構僕も任せきっちゃうタイプなので、はい、まあそれがねいいんですよ、下手に口出すよりはさっきの話じゃないですか、はい、絶対私もそれがいいと思います。ありがとうございます。皆さんもよく分かったと思います続きまして、いよいよですね、まちづくり株式会社の事業としてのところにちょっとお知恵をいただきたいと思ってるんですが、まず御社でこう緑化美化促進に取り組んでいらっしゃること、まあ、社内外に関わらず何かありましたらば取り組んでいらっしゃる事業を教えていただきたいんですけれども、はい、それこそまさしくですね、最近こう 5S っていうものを会社全体で取り組みとしてスタートさせました。で、まあ、5S やるっていうのもその口だけでは簡単なんですが、なかなかそれ進まないので、もう本部で 5S リーダーっていうメンバーも決めて、でこの前も全社員の、まあ、Zoom のミーティングで、まあ、5S で成功されている企業様に来ていただいて、まあ、セミナーを受けて、でさらにその中でもう2時間ぐらい時間を取って、全店舗その場で 5S の活動をスタートするということをまあスタートして、それでその掃除したビフォーアフターみたいなものをこうしっかり本部に送るみたいなものをある程度仕組み化をして、ようやく今スタートさせたところです。ただまだまだそのどうしてもその店舗側からすると、自分も 5S に一番ほど遠い人間なので、非常にまだまだ会社全体で徹底できているかっていうとこれからなんですが、まず会社としてちゃんとその目標を立てて、まあ、リーダーを立てたことで、そのそういった目線では会社の目線が少しずつ
上がってきましたし、まあ、そもそも我々はあの結婚式場だったりフォトスタジオの会社なので、まあ、結婚式場だったりスタジオにガーデンがある店舗なんかもたくさんあるので、そういう美化活動とか緑化活動みたいなものはそれがそのままお客様のサービスにもつながることなので、まあ、このことっていうのはもっと今後こうちゃんとその企業成長のために、まあ、真剣に取り組んでいかなきゃいけないことだなっていうのは今認識してます。ありがとうございます。まあ、あの豊かな発想を持って行動するってややもすると皆さんこう勘違いされて自由で何やってもいいんだっていう感覚にとらわれる、もしくはそうじゃないと自由な発想は出ないかもしれないんですけど、やっぱり雇用している人間としてはある程度のルールを持って伝えないと無責任になってしまう場合もあると思うんですよね。でそれがこの美化していく、きれいにしていくっていうことで一定のルールを作ってジャンプ台として踏み出せる地固めをする、ジャンプ台を作るという意味では対極にあるようなことであっても必ずあの必要なことだと思います。やっぱりね、両面でいかないといけないと思いますね。で次、あの早速なんですけど、私どもあの町づくり会社で花と緑いっぱいのプロジェクトというのをやってまして、これはあの要は企業にとっても行政にとっても市民の皆さんにとってもそこにまず当たり前になっていく、だから仕事する上で花や緑があるのが当たり前だってことを目指していきたいと。で今日お話を聞いた桜さんも、まあ、桜が有名な町での宿泊観光業 でアンシャンテさんも今中庭紹介しますけれども素晴らしい緑の中でウェディングドレスを着た花嫁さんが降りてきてそれを写真を収めると、つまり共に緑が花があるって、これは仕事にとってお客様にとってどういう影響があるのかということと、まあ、今後それを含めて、まあ、コンテンツサービス社員のための環境整備とかに草花を生かしていくっていう考え方があるかないかということを教えていただきたいと思います。そうですね、あの本当まさしくこれあのコロナになってからさらにですが、やっぱり緑とか自然の価値って引き上がったと思っていて、それこそその我々茨城県だったり静岡の河津町にあるお店なんですが、そこのガーデンで撮りたいからっていう理由だけでもう横浜や東京とか首都圏からお客様が来ていただけるんですよね。だから我々にとってはそれなりにその緑って当たり前なものも、例えば都会にとっては当たり前ではなくて、それ自体がそもそも会社として売り上げにつながってるっていうことで、やっぱその緑化とか緑っていうのは本当に素晴らしいものだなと。で会社としてはそこは経営戦略として生かしていきたいなっていうところと、でもちろん働いてるメンバーからしてももちろんそこの手入れをするっていうのは楽ではないかもしれないですけど、やっぱりその緑があるところで働けるっていうのはいろいろな意味でやっぱストレス社会なので、明らかに心にもその寄り添ってくれる部分もあると思うので、そこはすごくしっかりしていきたいですし、本当に草花みたいなものっていうのはあのうちなんか本当にあの機会があれば本当花屋さんもやってみたいと思ってるのが若干あるぐらいいいですね。あの我々のビジネスに花とかってこう関わってくるので、だからそういったところで、まあ、見た目もそうですし、見た目の華やかさとなんかそれがあることによるその心の落ち着きじゃないですけど、なんか両方向が例えばお客様側となんか社員さん側にこうプラスになるようにちゃんとして持っていきたいなっていうのはやっぱ強く今思いますね。ありがとうございます。まああのね、特別なことから当たり前のことに日常にという形で、うんまあ、我々もあのコキアとかネモフィラの種や苗を皆さんにお配りできるようになればいいなと思って、まあ、資金集めやらその手法を考えているところでありまして、もしあの段取りが整いましたらお届けしますので、うん、あなるほど、ぜひ花壇に咲かせていただきたいと思います。あの短命ですのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ次の質問というかですね、今度はまあご指導いただきたいという意味でのご質問なんですけれども、我々のプロジェクトの中でこのひたちなかたまり場マイガーデンというものを作成しています。これは先ほど言ったように企業や行政や個人や団体さんが一生懸命育てている、まあお庭でも花壇でもそれは構わないんですけど、その花を我々が代表としてまあ、Google マップにピン立てるようにここには何が咲いてる、何が咲いてると、それをご自由に見ていただいて、そういうものをこれだけ花に草花に興味のある人がいる街なんだよということを発信すると、それでやっぱり街の価値を上げるっていうのは我々企業人にとって街のレベルを上げるということにつながるので、差し出がましい話ですけど、そういう意味で本当草の根活動の一環として町づくり会社としてこの事業を取り組んでいると。でその、まあ、マイガーデンの件にも知ってもそうですし、緑化花と緑という部分に関しても、まあ、企業の社長さんとして我々にこうエールっ
というかですね、何かこうお知恵をいただければと思うんですが、よろしくお願いします。はい、あのね、まさしくひたちなかに会員公演があって、まあ、コロナ前でいうとも200万人訪れる大公演じゃないですか。で、我々も例えばネモフィラの撮影とか会員公演の撮影って実はすごくブライダルの撮影が多くて、すごくそのおかげですごくひたちなかのブランドは上がってはしたと思うんですね。ただその逆に言ったらそこでこれだけの方が来てくれてるので、その海浜公園だけじゃなくて、なんかひたちなか市イコール花と緑っていうブランドがもしできると、そのこれものすごい価値が持ってると思うんですよ。まあ、といっても200万人は今年間外部からいらっしゃっていただけてるので、じゃあお越しいただいている方に、まあ、海浜公園だけじゃなくて、あのひたちなか全体での取り組みであったりとか、じゃあその帰りにそのじゃあこれからね、その作成するようなマップなんかを見ながら、なんかひたちなか市をこう周遊いただける流れができると、まあ、結果として町の価値って上がりますし、その町のブランドもそうですし、やっぱこちらで営業をされている、まあ、企業さんにとっても収益って上がってくるので、何かしらその来館者様に対してこうそういうマーケティング活動というか、こううまい認知ができてくると、とにかくひたちなかイコールっていう、今のところ海浜公園なんで、それがちゃんとひたちなか市全体になるような取り組みができると、なんかすごく面白いなって気はしてますね。ありがとうございます。まあ、町づくり会社としては、その自身で収益を生んで運営するっていうとちょっと違うものですから、例えば観光業者の中からとか、そういう造園とかいろんな方が一生懸命やってるのも、まあつなぎ合わせてハブになってこう発信していくっていう、まあコンテンツ作成よりは発信する側であるべきっていうところも側面に持っているので、皆さんのご協力と情報の提供と、まあ、一緒にやってあげるよという温かい声と、今のような具体的なアイデアといただいていかないとなかなか進まないところでございますので、ご一緒の皆さんにもコメントで何か知った激励をいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。さあ、もう名残惜しいところではありますけれどもお時間となってしまいました。今日は本当にですね、どんなお話聞けるか本当に楽しみにしていました。でもっとこうなんていうのかな、怖い人だと思ってよくやれんだよ非常に優しいお人柄で、ゆっくり私にも分かるようにお話してくださったので、非常に、あ、なるほどなって思うことが多かったです。こういうところが社員さんが一緒についていきたいという気持ちになる秘訣なのかなとちょっと思ったところで、本日の対談は終了させていただきたいと思います。小野社長、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。株式会社小野写真館、小野代表にお話を聞いたわけでありますが、非常にもっとね、公安というか仕事ができる、バリバリと仕事をされる方という印象があったんですけれども、今日短い時間でありましたけれども、お話を伺って非常にナチュラルな方だなというふうに思いました。まあ、その優しさや気配りを持って人の心を掌握している。で、お客様のみならず社員の皆さんや会社に関わる全ての人の心をまさに感動させている、感動に導いている、そういう経営者じゃないかなというふうに思いました。一言で言うと、人の感動を移し、人に感動を移す人、そしてあくまで自然体の人という印象でありました。素敵な社長さんとお話できて本当に光栄です。本日もありがとうございました。